PEGI 16. Sega. ゼンマイ仕掛けの街、いわゆる歯車などがこう点在しているような街のデザインを用いた理由としましては、環境浄化装置と呼ばれているのバーゼル、実はその環境をきれいにするだけではなくて、その中に住んでいる人々の運命、いつ生まれていつ死ぬ等までを含めて全てを管理しているという設定がゲームにはあります。今作の世界観はですね、舞台は遠い未来の地球です。環境が汚染されてしまい、人々が住みづらくなってしまったという設定になっています。そこで人々はバーゼルと呼ばれる機械を地中に埋め込む形で作るのですが、やがて環境の汚染が進んでしまい、人々はもうバーゼルの中でしか生活できなくなったというような設定が本作の世界観設定になっています。楽曲に関してなんですけれども、今回は、トラエースさんの作品に多く携わっている桜庭元井さん、そして桜大戦などを手掛ける田中康平さんとなっております。2人の共作となっていますので、すごく期待していただければと思います。本作の主人公キャラクターに関してですけど、基本的には公開されている3人がで進めていくことになります。今回の戦闘システムで銃をメインとした理由は、一つはやはり日本の RPG のオーソドックスな剣と魔法というものが逆にちょっと新鮮味がなくなってきたんじゃないかなという考えた点があります。でもう一点は、今回は戦闘シーンをこうシネマチックなこう派手な演出を入れようというふうに考えていました。でそこで従来の剣と魔法を使用すると、近くに接近しないと攻撃できない等で、カメラワークであるとか派手な演出を作りづらいっていう理由もあります。あともう一点は、社内でやはりガン、モデルガンであるとかサバイバルゲームが好きなスタッフが結構多かったっていうのも理由の一つにあるんじゃないかなと思ってます。難易度に関してですが、一見非常に難易度が高そうな印象を持つ方もいらっしゃるかもしれないんですけども、非常にプレイしやすさ、シンプルさを考えて作ってあります。これまでにない戦闘システムですので、最初にこう手に取った時はちょっとなんだこれってよくわからないなみたいな印象を持つかもしれませんけども、1時間か2時間もプレイすれば、非常にうまくプレイできるようになると思いますので、ぜひとも5分で投げないで遊んでみてください。欧米の発売日に関してなんですけれども、2010年の3月となっております。